埼玉の逆襲。埼玉食材簡単クック。今回の埼玉の逆襲は逆襲ファミリー持ち込み企画第2弾、料理男子池田航君の地産地消埼玉クッキングをお届け。川越で5代続く農家さんの畑にお邪魔し、絶品お野菜がさらに絶品に大変身。一体どんなお料理が出来上がるのでしょうか。ボーダーペティ。さあ、本日のテーマです。はい、はい、その中で逆襲ファミリーの皆さんにスタジオに来てもらって、ファミリーの皆さんがやりたいと思っている企画をプレゼンしていただいたんですね。はいはいはい。でその中で、メレイさんも非常に寛大なお気持ちでですね、はい、全ての企画が採用となったわけですが、はいはいはい、メレイさん簡単にご説明をさせていただくと、はい、一つはラムちゃんが、ラーメンをね、埼玉の美味しいラーメンを紹介する。美味しいラーメン屋さんいっぱいありますからね。そうですね、はい。それからあと池田航君が、埼玉の地産地消クッキングということで、お料理が得意なので、はいはいはい、ちょっとお料理関係のやつになりたい。あ、いいじゃないですか、うん、食材も豊富ですから、埼玉。それから元花椒の花ちゃんがですね、はい、ちょっとだいぶローカルなネタなんですけど、盆栽場盛り上げたいっていう。それだけちょっとピンとこないけど、どう盛り上げるんですか。ピンポイントで。いやだってね、ラーメンとか食材は結構幅広くいろんな場所に向けて、はい、盆栽盛り上げれば結構ハードルがなかなか難しそうな。本日はですね、池田航さんの企画をぜひちょっとメレイさんにも見ていただきたいということで、はい、こちらご用意をしております。コーと一緒に埼玉簡単クッキング。皆さんこんにちは。コーと一緒に埼玉食材簡単クッキング。よっ。いや、ビビルさん、企画の採用本当にありがとうございます。頼むよ。この企画はですね、私池田航が埼玉の美味しい食材を探すべく埼玉の各地に飛び回りまして、このフランス料理人の経験を生かして現地の方々に料理を振る舞うという新コーナーでございます。今回はですね、もう僕がヒーローでもお世話になっております、この川越市に来ております。いや、楽しみです。ここにですね、なんと野菜を愛し野菜に愛された方がいらっしゃるということで、早速探していきたいなと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。すごい元気。絶品の埼玉食材を求めてお邪魔した川越といえば、蔵造りの街並み小江戸が有名ですが、中心地から少し離れると田畑が広がり、さつまいもをはじめとする野菜やお米など1年を通して多くの農産物が生産されているんです。今回野菜を愛し野菜に愛された男って、もう明らかもう野菜のために人生をかけてきた方なんですよ、絶対に。だからもうどんな方なのか、僕会えるの楽しみなんですよね。どこにいるんだろう。もう絶対すぐ見つかるはずなんですよ。全然見当たんないですよね。どこにいんのかわからん。あ、いました。多分あの方です。ちょっと、声をかけてみましょう。すいません、こんにちは。こんにちは。いや、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こちらが野菜を愛し野菜に愛された男、小野拓也さん。めちゃくちゃいいよ。明治から続く農家の5代目で生粋の川越っ子。そんな小野さんが作る絶品の野菜とは。野菜を愛し野菜に愛された方です。野菜を愛して愛されました、小野です。埼玉の美味しい食材に出会うために来たんですけど、はい、もう小野さんが育ててる野菜をぜひ僕に紹介していただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。まずここ、はい、今僕がちょっと手入れしてた畑なんですけど、はいはい、こっちがね、はい、京紫大根っていう紫色の大根ですね、はい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 、こうやって見ると分かるんですけど、めちゃめちゃ綺麗ですね、はい、これ出てるところが紫なんですね。いや、あの下の方も紫です。え、マジっすか、すごい。で、切ると、はいはいはい、中心も紫色になってます。あ、なるほど。で、それに比べて
こっちは赤い外赤い大根で、はいはい、断面切ると、真ん中は白い大根ですね、はい、好きなところ取ってくる。やばい、はい、マジっすか、はい、行くぞ。おし、おいしょ、ありがとうございます。京野菜っぽいっす。取ったぞ。おおこれか、これが野菜に愛された男の熱量なんですね。そういうことです。すごいな。いきますよ。あ、硬い硬い。おお、うん、初めて見たこれ。取ったぞ。え、これ大根と他にもなんかいろんな食材あるんですか。あ、そうです、はいはいはい、あと向こうにあるのが人参で、はい、カラー人参が植わってるんで面白かった。カラー人参、はいはいはい、全部植えてるわけじゃないんですね。そうなんです。そっかそっか。そもそも赤いカラーついてるけどね。そこが無職人参。なんだろう。はいはいはい。すごい。もう何がなんだか分かんない。分かんないですね。カラー人参も収穫させていただきます。これいいですか。どうぞ。いっちゃいます。いっちゃってください。根元から。はい。ひたー。え？細い。すごい。これ何色？紫です。紫？はい、これこういうサイズの、ね。そうなんです。これが。はいはい。サイズ感でちょうどいいかちょっと大きいぐらいです。ちょっと大きい。これが大きいんですか。はい、さあ行きましょうか、はい、大きいやつ行こうかな。お願いします。よいしょ。お、え、めっちゃ黄色い。めちゃめちゃ黄色い。なんでこのまたちょっと普通の人参とまた違うやつをなんで植えようと思ったんですかこれ。やっぱり卸先がレストランが多いので、はいはいはい、じゃあなんかレストランのこのシェフとかと話しながらこういうの作ってみたいとかって話でやってるんですか。そういうのも結構やってます。はい、なるほど。この野菜作ってよって言ってくださる方もいるんで、はい、それに合わせて。この畑、はい、全部が小野さんがこう管理されてる。そうです。この今野菜が植わってるところと、はい、あと反対側と、あ、ここも、はい、はい、あといろんなところにポツポツある。まだあるんですか。そうなんです。ここで他に他にもいくつか。すごいですね、はい、6年前に勤めていた会社を辞め家業を継ぐことを決意した小野さん。それからは日々美味しい野菜を作ることだけを考え、農薬や化学肥料を使用せずその野菜に合った土壌を研究するなど野菜のために毎日を過ごしてきました。現在はキュウリやナス、ベビーリーフなどなど年間を通していろんな野菜を愛情込めて育てているんだとか。じゃあこういう野菜いっぱい作ってるのを、はい、どうやって食べるのがやっぱ一番美味しいですか。どうやって食べてもらいたいですか。生で食べるのをイメージしながら野菜育ててるので、はい、はい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 。これもしかして生で今食べるのが一番うまいです。きた、極みフレッシュと書いて極フレ。この瞬間何よりも一番新鮮な極みフレッシュ、極フレのカラー人参をいただきます。すごい色ですね。こんな新鮮な状態ないっす。いただきます。いただきます。あ、甘い。これはまさにうまそう。絶品です。うまい。追ってみようか。こんな感じです。ほら、はい、芯の方が黄色くてこの皮の方があれですね、ちょっと紫がかってる感じですね。いや、小野さんが生で食べてほしいっていう理由が分かりました。分かりますか。はい、いや伝わってよかったです。これうまいっすね、はい、焼いてもうまいと思いますけど生がすごいっすわ。これはうまい。ありがとうございます。新鮮、採れたての極みフレッシュな野菜をどんな風に調理してくれるのでしょうか。それではクッキングタイムスタート。さあ、というわけでたくさんお野菜いただきました。はい、この野菜を使って先ほど小野さんにも、食べ方とかいろいろおすすめを聞いたんですけども、いろいろ考えまして即席で料理作っていきたいなと思います。名付けて根菜類とベビーリーフを使ったジェノバサラダです。早速作っていきましょう。レッツゴー。ドレッシング、ソースから作っていきましょう。まずはお酢ですね。お酢好きなだけ、もう適当、目分量大丈夫です。目分量で大丈夫。お塩は肝思ってる以上ちょっと強めに。想像の2倍くらい。
入れてください、お塩。じゃあ分量やばくないですか。オリーブオイル、え、ちょっと多めに入れましょうね。多めで、こう白くなるように全然分量わかんない、プロの感覚だよ、もう全然分量わかんないですよ。こういう感じで白くなりましたね。これで塩を溶かしてあげましょう。そしたらですね、ここでポイントですよ。普通はですね、ジェノベーゼってバジルを使うんですけども、今回はシソを使いたいと思います。シソ5枚半分ぐらい、今10枚用意して半分ぐらいをこういう風に手でちぎっちゃいます。で、これはちょっとやっぱ噛んだ時にこう葉っぱの食感が残るように。残りのシソは細かく刻んでドレッシングに投入し、よく混ぜ合わせます。混ぜ合わせます。で、これでもうすでにシソのいい香りがしてるんですよ。ここでさらにコーズポイント、え、こちらですよ、アンチョビ。最近は100円ショップなどでも手に入るようになったアンチョビを隠し味に。これでちょっと塩味も追加されて、さらにこのイワシのね、旨味成分も入ってくるので、サラダをより美味しく召し上がることができます、そして最後に粉チーズを好きなだけ入れて混ぜ合わせれば、シソのジェノバソースが完成しました。それでは野菜をカットしていきましょう。ここでいよいよ小野さんが愛情込めて育てた野菜の登場です。かじった瞬間、口の中に甘みが広がるカラー人参はドレッシングに合うように大きめにカットしていきます。ここに洗ってさらに鮮やかさを増した大根を入れちゃいます。この辺綺麗な色、あ、やばい、見てくださいこれ、外側がピンクで中が真っ白ですね。うまい。今回は生のまま大根をいただくので、辛みの少ない真ん中あたりを大きめにカットしていきます。この辺をバスバス、さらに京紫大根も切っていきます。紫もめちゃめちゃ綺麗、これいいっすね、フレッシュでこうこんなに綺麗に色味も残ってると最高だ、これは映えますね。こちらも皮ごと大きく切って、皮ごといっちゃいます。池田くん特製のジェノバドレッシングと根菜がよく絡んだら、ベビーリーフを加えて軽く混ぜ合わせていきます。最後混ぜます。それでは完成しました、根菜とベビーリーフのジェノバサラダです。ボーダペティ、はい、それでは2品目作っていきたいと思います。先ほどサラダだったんですけども、メインじゃなくてサブになりがちな今回は大根を主役にした料理、一品作っていきたいと思います。名付けて大根ステーキでございます。厚めにカットした大根の両面に塩を振っていきます。で、この大根結構分厚いんで、思ってる以上の倍ちょっと強めの塩してあげましょう。思ったよりっていうか、そう思ったことないから思ったよりっていうのは分かんないんだよね。ガーリックパウダー、本当にステーキ焼く感覚で一緒です。ガーリックパウダーをこう、え、黒胡椒は結構香りが強いんで全然分かんない、表面だけ軽くしまして、ラップをして600ワットのレンジで4分ほど温めます。フライパンで焼く前に大根を柔らかくすることで時短につながるんだそうです。ワット数、あ、ちゃんと打ってました、よかった。はい、それではレンチンできました。熱いんで気をつけてくださいね。これを開けます。もう、あ、でもすごい紫の色が残ってるね、ちゃんと素晴らしい。あとはバターを熱したフライパンで焼くだけ。うわー、すごいステーキだ。それではひっくり返していきます。あ、ちっちゃい、あ、うまそう。これぐらいやっぱ色つけたいですね。
はい、オッケー。でこれでもうしばらく裏面も焼いていきます。どうですかビビルさん、これだったらもう簡単に作れるんじゃないですか本当に、うん、なんでちょっとした時にお大根ステーキ作ろうかって言って家族に作ってあげてみてください。もうめちゃめちゃ簡単に作れるんで。普通の大根でもいいのこれ。これいいってことじゃない。いいのかな。大根の芯まで火が通ったらみりんを入れて甘みを足し、最後に醤油で香り付けをしたらで大根にこう絡めてあげるようなイメージで。おいしそう。 OK、 大根のステーキボナペティ。池田くん特製の根菜とベビーリーフのジェノバサラダ、そして大根ステーキの出来上がり。こちらを小野さんにおもてなし。ありがとうございます。まずサラダからいただきます。うまいよかった。これ何のドレッシング。これはシソを使ったジェノベーゼ風のドレッシングです。めちゃくちゃうまいっす。めちゃめちゃおしゃれな味ですね。よかったいやうまっ。これちなみに僕の食べた後のセリフで絶品ですっていう決め手があるんですね。もしかしてやってもらったりします。ちょうど今言おうと思って。マジっすか、マジっすか絶品です。ありがとうございます。あこれ決め手なの。絶品続いて2品目、大根ステーキ。いいですか、お願いします。じゃあすいません、いただきます。大根ステーキ肉超えますじゃあ米いけちゃう。絶品ありがとうございますよかった。いや大根めちゃめちゃ甘いですね、加熱すると。甘いです、これ。顔するわ小野さん、いい顔する。で僕もちょっと食べたい。絶品あれなんて決め台詞、絶品ですじゃなかった。絶品ですじゃない。どっちなの、絶品なのか絶品ですなのかっていうのと。大根ステーキ初めてやったんですけどめちゃくちゃうまいっすね。これありっすね。これぜひ皆さんもこの小野農園さんの食材でやってほしい。ありがとうございます。絶対そうでないともう再現できないんで、はい、今回本当にいろいろ食材もいただいて、はい、調理もさせていただいて、食べていただいて本当にありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございます。ごちそうさまです。今こうやってお野菜たくさん作られてますけど、なんかこれからどういう感じでこのお野菜作っていきたいかみたいな思いとかってありますか。はい、そうですね、やっぱり一番心がけてるのは、はい、安心して食べられる美味しい野菜をずっと根本に考えてるので、はい、やっぱりそこはこれからも追求してどんどんもっともっと美味しい野菜を作れるように頑張ります。カメラ回ってないとこでも小野さんのこの野菜に対する愛情がもうすごい伝わってくるんですよ。なんでね、ぜひ皆さんもこの地元のね方々のこの愛とかこの料理食材に対する思いっていうのをちょっと着目して見てみてほしいなと思います。大木さん、今回のコウと一緒に埼玉簡単クッキング、今後も企画継続させてください。お願いします。いや、美味しそうですよ ね。すごいな、大根ステーキ、はい、初めて見た。これじゃあもう長官に決めてもらいましょう。え、どっちかっていうと継続で お願いします、はい、いやだってほら食材、いろんな食材ある、野菜以外も存在するわけじゃないですか。そう、埼玉野菜だけでも、ね、展開できるし、それはどん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 紹介していくのは嬉しいことなんじゃないですか。しかも埼玉であんな野菜がね育てられてるってみんな知らなかったはずなんで、すごいいいと思うんですよね。一つだけ気になるのは、じゃあスタジオでも召し上がってくださいみたいなやつないのか。ないんですね。あれないのかな。おすすめサラダは出てきませんし、小野さん家の野菜も一切出てきません。見ててうまそうだなで終わるっていうの、そこだけちょっと引っかかるか な、 からかな。そこでちょっと迷ったぐらいですか。味が分かんないんですよね。そうそう、我々は分かんない、分かんない、想像でしか話せないです。
どうですかこの新企画とりあえず。いや、すごい思ってたよりもすごいちゃんとした企画だったんですよ。あ、はいはいはい、トマトも有名だもんね、北本市かなんかの。トマト。そうですね、北本市のトマト。トマト。あとネギ。あ、そうですよね。深谷と越谷、どっちもありますから。あ、越谷もネギあんの？越谷ネギ有名です。越谷ネギ？いやいや、そんな春日部と距離近いじゃないいや、聞いたことない越谷ネギは。知っといてくださいよ。本当？いや、越谷のマスコットキャラクター、カモがネギ背負ってんすから。いや、知らなかった。ネギ有名なの、越谷。いや、ネギ有名っすよ。あ、そう。はい。じゃあ、だって春日部が梨有名って知らないでしょ。梨有名なの。梨有名よ。ほら、それと一緒よ、長官。確かに。さあ、今日はここまででございます。また来週も見てください。さようなら。長官ありがとうございました。ありがとうございました。長官に全てがかかってます。お願いします。重たい。お願いします。重たい。